ありがとうございます。はい、今日はご苦労様でございました。ちょっと僭越ながらですね、明星氏代表いたしまして、私寿司の大工と言うんですけれども、ちょっとお話しさせていただきたいなと思います。どうも今日はお好みですありがとうございました。ご苦労様でございました。すごく素敵な空間で演奏させてもらえたんですけれども、こちらでもコンサートをされることもあるでしょうか？私も勤めてからもう8年経ちますけれども、まあ、何度か演奏会というのを会場でやっていただいたんですけれども、まあ、この本堂、明星寺の本堂はですね、約400年経っております。1614年の建立で、ちょうど来年で410年ですかね。解散、お寺の解散自体は700数十年経っておりまして、1294年の解散なんですけれども、本堂が建ったのは約400年前、それから約2、30年かけて、書道全部できましてですね、ですからここから見える景色はですね、まあ、400年間ほぼ変わることないというふうに言われております。ですから先ほど先生がリハーサルされている時からですね、私外歩きながら音楽聴かせていただいておったんですけれども、非常にね、そういった古い雰囲気ともマッチする音だなというふうに思いながら聴いておりました。過去にもですね、ジャズコンサートですとか2個ですかね、2個のコンサートなんかも行ったんですけれども、ハープもいいもんだなというふうに聞かせていただいておりました。ありがとうございます。こちらもお堂の隣、まあ、3つお堂が並んでいて、同じ高さというのがこう特徴なんですよね。でこちらからして左側のお堂の方が、なんていうんですかね、装飾に楽器を弾いている人たちの装飾があって、あちらは音楽を奉納するところなのかなと思いながら見てたんですけれども、そういうわけではないんですけれども、はい、まあ、天道天女といいまして、昔のその仏像をですね、お迎えするというか、そういったお飾りには音楽を弾きながらね、祀られていた方というのもいらっしゃいましてですね、まあ、先ほど師匠さんもお話しいただいたんですけれども、この三道平地という三道横並びの伽藍というのが本来の、まあ、日蓮宗法華経の寺院の伽藍でございまして、まあ、現存するのが非常に貴重だと、まあ、本当唯一無二のものとなっておりましてですね、まあ、今市県を挙げてですね、国宝に目指して頑張っておりまして、まあ、今現在はですね、建造物の国宝はないというふうに秘書さんもおっしゃったんですけれども、元はね、明治期まではこの本堂と五重塔はですね、国宝だったそうでございます。ですけれども、昭和初期の文化財保護法の改正というのを、まあ、お国の事情に伴いまして、ちょっとね、国宝ではなくなってしまったんですけれども、そこのね、出たところの明星寺という本堂の上の山岳の横にですね、国宝本堂という建て看板まだ残っております。古いですけれども、後ほどね、出たら見ていただきたいなというふうに思いますけれども、またね、そういった国宝を目指して、ね、頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。410年前の雰囲気を本当に感じられる、もうお寺に入ったところからすごく雰囲気がね、やっぱりちょっと非日常を味わえるというか、まあ、410年前の雰囲気そのまんまにあるというのはすごいことですし、まあ、先ほど市長のお話にもありましたが、まあ、国宝になるのにやっぱり唯一無二だったりとか、そういったことを発信しないといけないということなので、まあ、本当にそこうあるだけでも素晴らしいのに、またそこから活動もして発信もしていかないといけないというのは。